僕の最高速でいいんだって走れるわけじゃないんだっていつかは止まってしまう日が来るでもそれでも僕は予想してぐっと岩を固くする前を見た二人やさかも暗くひどい火薬の匂い片付けないで眠ってしまってまた朝になってガンサーズのビニール破れ燃えた約束なぜだか君が選ばったドキドキしてる君を呼び止めたくて飛び出してでも間に合うわけもない距離で踏み切り時間は止まってたもしあの時僕が無償していなかった怖かったように春を見た二人でっかいライブハウスだ考えてみたら全部ここにあったんだ撮ったバカな写真も好きだったこの名前も大事なものってやっぱそばにあんのかな今から You got to 今なり響き合ってるホームランチに来た僕ら最高撮っていったって走ってるわけじゃないだっていつかは止まってしまう日が来るでもそれでも僕は予想してぐっと紐を固くする前を見た